荒崎は、日本海軍の運送艦。キネサキ型急家庭艦の一隻。艦名は、三崎の名で、鶴岡市北西の鴨茂港付近、三浦半島南西岸、平戸諸島行き着き島の南端、宮崎県渋志湾の東口など各地にその名前がある。昭和16年度に、雑役船として計画された。1942年11月10日に、 大阪鉄工所桜島工場で、寄港、1943年2月5日荒崎と命名され、同日特務艦類別等級で、運送艦、杵崎型に加えられた。2月27日浸水、5月29日竣工し、同日在役特務艦に定められ、連合艦隊付属に編入された。太平洋戦争では主に領食補給と輸送任務に従事した。 7月18日再起を出航し、ラバウル方面の了食補給任務に従事した。9月19日、リオン丸を護衛し、スラバヤへ開港。11月2日、ラバウル入港、敵機の攻撃で損傷した。11月19日、スラバヤ入港、入居し、修理を行った。12月14日、スラバヤ出港、ラバウルの了食補給任務でに往復した。 1944年2月23日スラバヤを出港し、パラをダバオ方面の領食補給任務に従事した。4月24日、スラバヤ出港、リンガ、タウイタウイ方面で、機動部隊への領食補給を行った。8月27日シンガポールに入港し、修理を行った。9月10日、シンガポール出港、イゴサイゴン、リンガ、 ブルネー方面の補給任務に従事。1945年2月1日スラバヤ製法で、植来し、航行不能になった。スラバヤで修理を行い、インゴバリ島への補給を2回実施、終戦時は、スラバヤに所在した。1945年10月5日除籍。1946年2月20日に、特別輸送艦に指定され、福音輸送に従事。 その後特別保管館に指定された。連合国への官邸引き渡しの際は同行して、開港員の帰国に使用された。第2回引き渡しの時は1947年7月26日、佐世保出港8月14日にシンガポールで官邸引き渡しが行われると、開港員を収容し、佐世保に帰港した。 第3回引き渡しの時は8月25日7時30分、荒崎は引き渡し官邸と共に、佐世保、出港、28日なほトかに到着し、同日随伴の官邸の引き渡しが行われた。その後荒崎は一旦米国に引き渡され、同年10月1日に指定解除され、日本に返還された。1948年4月に農林水産省へ移管し、 水産講習所練習船、海高丸となった。1955年8月開薬市大倉省へ返還。1956年、雪数商会へ売却。同年8月に、関西汽船に転売され佐野康市選挙で改造され、高知丸と改名した。1963年に再度改造され何は丸と改名、日韓航路に就航した。 1967年4月にフィリピンロドリゲス紹介へ売却された。春光寺は日立造船に社名変更後、現状長所のまま。船体改造がないとすると全長は62.285メートル。ありがとうございます。